質問来てた。絶対に脱獄できない刑務所ってどこですか？結論、有名なのはアルカトラズ刑務所。アルカトラズ刑務所はアメリカサンフランシスコの湾内にあるアルカトラズ島に建設された刑務所。この刑務所が連邦刑務所として運営された29年間で計36名の受刑者が脱獄をしようとしたが、23人が脱獄の途中で捕まって失敗、6人が途中で撃ち殺され、2名が海で溺れ死に、残り5名は行方不明で溺死と結論付けられている。一番脱獄の成功に近づいたのはこの3人組。3人組は捨てられたノコギリの刃や食道からくすねたスプーンを使って6ヶ月かけて流しの下の換気ダクトを広げて逃走。その後50着以上のレインコートから作成した救命具やゴムのイカダを持ち海の中に飛び込んだという。しかし翌朝逃走がバレ、軍を動員した大規模捜査が行われた。捜査の結果見つかったのは海に浮かぶイカダや救命具の残骸だけ。死体は見つからなかったものの、捜査機関は湾の乱流と極寒の水を生き延びる確率は無視できるとして17年後に正式に捜査終了となった。アルカトラズ刑務所は現在閉鎖され観光名所になっている。質問来てた。死刑は平日にしか執行できないって本当ですか？結論、本当。法律に書かれてる。日本の死刑って刑務所や拘置所の中にある処刑場で行われる。国内で処刑場がある刑事施設は札幌、宮城、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の施設。死刑の執行は手続き的に絶対に不備があってはいけないし、死刑に立ち会った刑事施設の職員は多大な精神的ストレスを受けると言われてる。そこでできたのが刑事収容施設及び非収容者等の処遇に関する法律の178条2項。この法律には日曜日、土曜日、休日、1月2日、1月3日および12月29日から12月31日までの日には死刑を執行しないと書かれてて、土日祝日と年末年始には死刑を執行しないというルールになってる。死刑の執行は最終的に法務大臣が命令書にサインをして行われることになる。アトム法律事務所。質問来てた。1000万円拾って警察に届けて落とし主が現れなければ、そのお金は満額もらえますか？税金とか取られますか？結論、1000万円は満額もらえるが税金は取られる。落とし物を警察に届けた場合のルールって遺失物法で決まってる。現金について言えば3ヶ月の保管期間が過ぎても持ち主が現れなかった場合はそのお金は全額届けた人のものになる。ただ税金は払わないといけない。過去にも道路脇で現金1億円入りの風呂敷包みを発見したトラック運転手が警察に届けたものの落とし主が現れなかった件で、このトラック運転手は現金1億円全額を受け取り、その後一時所得として所得税約3400万円を納付したケースがある。なお落とし物をそのまま自分のものにしたら遺失物横領罪になるので、落とし物を拾った場合は警察に届けるように。質問来てた。たけしさんってイヤホン何使ってるんですか？結論、 AirPods Pro と AirPods Max。 実は俺昔はバンドをしたからイヤホンにはむちゃくちゃうるさい。ただ最近は普段使いしてる iPhone との関係で操作性が便利すぎるからイヤホンはここ最近 Apple 製品ばかりを使ってる。発売以来ずっと使ってるのは AirPods Pro。 このノイズキャンセリングも便利やけど、その逆の外から音を取り入れるモードも便利で、仕事中にイヤホンを押してても声をかけられたらすぐに気づくことができる。あと最近購入したのは AirPods Max。 この製品って Beats っていうヘッドホン会社を3600億円で買収したアップルが満を持して発売したアップル初のオーバーイヤーヘッドホン。値段は6万円以上と高価やけど品質もいいし、何よりも iPhone との連動が最高。ちなみに俺が AirPods Max で最近よく聞くのはヒップホップとかトラップとかその類の音楽。動画の概要欄にイヤホンのリンク貼っといたから興味ある人は見てみて。弁護士。質問来てた。刑務所や少年院から脱走したらどんな罪になりますか？結論、刑務所から逃走したら逃走罪になる。でも少年院から逃走しても逃走罪にはならない。刑務所から逃走したら逃走罪として1年以下の懲役。逃走の際に器具を壊したり暴行したり2人以上で協力して逃げたら過重逃走罪としてより重たい罪になる。でも少年院から逃走した場合は逃走罪にはならない。理由は逃走罪って刑事施設に収監されてる人が逃げた場合に成立するんやけど、少年院は刑務所などの刑事施設とは異なるから。ただ少年院からの逃走自体は逃走罪にはならないけど、逃げる時に少年院の施設を傷つけたら建造物損壊罪になるし、人を押しのけて逃走したら暴行罪や傷害罪が成立するので、実際のケースではこれらの罪で逮捕状が発行されることになる。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。アトム法律事務所。